本日のツアーにご参加は4歳のお姉ちゃん、そして初めてのシュノーケルのお父さんとお母さん、3名様で楽しんできました。サンゴ礁の海から。7月12日シュノーケルツアーの様子を動画にてお届けいたします。天気は変わらず晴れ、そして海も穏やかなコンディションがどこまでも広がっています。こんな日は絶好のシュノーケリング日和です。ご参加いただいたのは K さんご家族です。元気いっぱいちびっ子は4歳のお姉ちゃん、そしてお父さんとお母さんも初めてのシュノーケリングです。さあ海へ。今回お姉ちゃんがチョイスした装備は浮き輪と箱メガネです。箱メガネってどんな感じ、どんな様子で楽しむのかなと思う方いらっしゃると思いますが、こちら見てください。水中にはお魚さんとサンゴがいっぱいです。そこで水面に箱メガネをつけると、あ、お魚さんいっぱい、お姉ちゃん大喜びでした。でも途中寡黙になったので大丈夫かなと思ってお声かけすると、お姉ちゃんぷいっと笹川をする。やっぱり箱メガネを覗き込んで水中世界にどっと楽しんでいましたね。サンゴ礁の海からは少人数4名様までで行っております。ちびっこもご一緒のご家族でのツアー大大大大得意です。特に貸し切りでのご予約をいただければちびっこも気兼ねなく海をお楽しみいただけます。小さなお子様とのツアーの流れ、詳細は概要欄にリンクを貼っております。よろしければご覧ください。そして初めてのシュノーケルとお父さんとお母さんの方はこちらも順調に海を楽しんでいただきました。ちょうどご参加いただいた時間帯は水深が浅くなる干潮時間ということで、まずはボートの下、岩盤の上、足のつく高さからスタートして、徐々に足のつかない高さへと移行していくことができました。さらに穏やかな海となれば楽しめないはずがありません。お父さんは GoPro で水中撮影を楽しんで、お母さんはあっちこっちとパタパタパタ軽やかにフィンキック、いろんなところを泳ぎ回って楽しむことができましたね。これから夏休み、ちびっこもご参加のご家族でのツアー増えてくると思います。サンゴ礁の海からのスタッフ笹川は現役子育て中、お子様とご一緒の海大得意です。もちろん大人も楽しめる少人数ツアー、ご家族全員で笑顔いっぱいツアー、ぜひ興味のある方はお気軽にご連絡ください。せっかくの石垣島旅行、思いっきり楽しみましょう。ではでは。